はい、皆さんこんばんは。見える？今ここに来てます。今映ってるよ。はい、原宿の母でございます。これスーちゃんね。はい、このビルのこのね、なんだ向かい側があれなんだっけ？ラフォーレの前のビル。ここにある。カラカンの本当に真向かいにこれだあります。すーちゃん、簡単に自己紹介をお願いします。これです。わかんないよ。これです。わかんないよ。何？原宿の母をやってます。はいはい、ウィキペディアとかでね見ていただけるとわかると思うんですけど、すーちゃん何年ぐらいやってるの？原宿で。結構もう年バレちゃう。路上で。うん、私が路上で段ボール箱拾って占いしとって、涙出そうじゃない段ボール拾ってそんなすごい下積みが。路上で段ボール箱拾って占いしとった。うわ、涙出てきそう。段ボールそうすごいじゃん。だってなんか段ボール拾って、うん、すごい。なんかそこからここまでだってさ、大変だ。立場逆転する。いやだってすごいなと思って。大人いって、いやーすごいなあ。れしたん、何年前だったっけ？ 2000？ うん、1991年。今ね、今日鑑定してもらうの4月4日。すごいね、今のねパソコンでそこに女だよ。いや本当にそれね、たまに言われるんだよ。なんか男だろお前みたいな声がさ、カスカスになるから、はい、女性にします。そう女性にしねしますよ。女性にしてよ。何やってんの、男性になっちゃって。いやだ、女性になったらよかった。だってさ、うちのばあちゃんパソコン使えないもん。うちのおばあちゃんでも、おばあちゃんと同じ。違う、はい、はい、出ました。あ、出ました。ちょっと待って。アリスちゃんね。はい。アリスちゃんは。これ映している？うん。太陽がお羊座。ね。で、月がいて座。で、水星がお羊座。金星がお牛座。火星が蟹座。ね。だから。お羊。ね、いてお羊だから全部火の星が強いよね。火の星、お羊座も火で、いて座も火で、ここも火ですね。自由人。自由人です。だからお仕事の時は歯切れがよくってね、さなんでもね。じゃあ芸能は合ってるってこと？怖いもの知らずだもん。まあね、怖いもの次第じゃなかったらすーちゃんとお友達になってなかったってことだよね。ポジティブに。だからすごい外では火でね、割とさっぱりして積極的で、割とさっぱりしてね、それいけみたいなね、こんな感じ。すごい。じゃあややこしい性格じゃない。だって外に出る時は外に見せる自分とプライベートの自分がちょっと違う人かな。だから外ではさっぱりしてね、なんでポン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 ね、言うとね、ポンポンね、余計なことでも平気でね、ある人だからね、言っちゃう。水星って言ったら喋ること、コミュニケーションね。あ、優れてんの。やった。それがお羊座だからね、火だから怖いもの知らず。ずけずけね。いいですよこれ人ってね。太陽、これ太陽。太陽ね。太陽に天王星ね。ちょっと変わり者とか個性的な天皇ってますね。今日もね言われたの、不思議な人って。太陽お仕事でもあるから、割と平凡な仕事、デスクワークとか平凡な仕事まずつきません。つきません。つきません。ちょっと人がやらないような変わった仕事をするとかいうのが天皇星です。じゃあ合ってはいるんだ。普通のは合わない人だ。逆にね。あ、そうなんだね。じゃあうちあれなんだよ、警察官なの親。あ、そう。みんな家族が全く合わない。全く合いません。無理だ。じゃあ芸能の方が合ってたってこと？芸能の方が合ったんじゃないのこれ。すごい。ただただ結構真面目だから、うん、月に土星があるでしょ。月に土星ね、月に土星、土星ったらあれか、自分の感情とか気持ちとかね、うんうん、だからどっかで自分で我慢したりとかね、抑えとる部分も出てきやすいんです、こうしてね、うんうん、へえ、うん、自由人なのに真面目で、うんうん、なんか面倒くさい性格、私確かに面倒くさいでアセンダントね、うん、その人の人から見たらどういうふうに思われるかがアセンダント、ね、じゃあみんなが私をどう思ってるかってこと。そう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 。ああ怖い。だから意外とここ水がめになってるでしょ、うん、だから意外とアリスちゃんはマイペースでね、うんうん、ちょっと自分のペースで何でもやったりとかね、うんうん、個性的な人だなとか、そういうふうに周りを思ってます。個性的でしょうか、うん、個性的これで個性じゃなかったらどうする個性の塊個性的かしら。意外とポジティブだと思われてるのが辛いんだよね、うん、これ外に出す自分がポジティブなの、うんうん、ね、うんうんうん、プライベートの自分は全然ポジティブじゃない、うん、やっぱりだから誰も信じてくれないの、うん、本当にあれはね、結構ギャップだから外でこれ外に見せる顔だけ、うん、太陽じゃあもう本当明るいんだ、はい、外に見せるのは、はい、うん、だから積極的で怖いもの知らずで、うん、いろんなことにチャレンジしよるように見えるわけ、うん、ね、うん、ところが実はプライベートではおうしい髪ね、うん、だからハメを外さんかったりとか、中身はね、うん、意外と真面目。そう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 あんなことやって気づくの嫌だ、ね、やだやだやだ、いつも同じことするの嫌なんよね、うん、本当にそう、ね、分かる。あれ天王星の変わることね、なんかこういつも同じことをめっちゃ分かるね、同じことずっとしとったら飽きてくるから、また次しばらく経ったらまた違うことをやる、うん、やだやだ、ね、でまたしばらく経ったらまた違うことをやるね、うん、そういうふうな生き方するのと、あと太陽に天王星ついてることはチャレンジャー、ね、うんうん、とりあえずやってみようみたいな、はいはい、うん、そういうものがすごくあります。私は今、うん、仕事に一生懸命に行きたいから、うん、はい、恋愛は二の次で思ってる。仕事に生きてた方がいいです。うん、何でかやったらここちょっと待ってね。ちょっとまた変えますね。じゃあ今度いつ仕事が来るのかね。あ、じゃあはい、じゃあこっちでいいや。そうすると、あ、ほらカエルさんがいるんだよ。スーちゃんのとこはね、いっぱいカエルさんがいるの、ほら。カエルさんいっぱい。じゃあいつ仕事が来るなりを言うと、今度は。うん、来るのはオクトーバー、10月の終わりとか、10月の終わりはこの間のあれだよ、あ、そうマツコさん、ははは、うん、ね、その時に、うん、まあ一つのチャンスがありました、はいはいはい、17度でこの天王星が今17でしょ、17ね、うん、それでこの上に今乗ってます、うん、外から来るってほら天王星、本当だね、これお仕事、うんうんうん、この上に乗っとるよね、はいはい、ということは突然この仕事が入ってくる、突然、うん、突然入ってくる仕事が、で今度は、うん、今度これが17度になるのは、来年の1月の後半、2月ですね、1月の後半から2月にここにまたこの天王星が、うん、ね、これずっと外から回る星なんで、うん、うん、そうそう、外から回ってそれが行ったり来たりするんで、うん、これがしばらくここにおるから、うんね、これが1月の後半2月にまた何かの仕事の話来そうですよね、1月2月、うん、3ヶ月、それが最後かね、最後やだ自分でちょっと待って、そしたら焦っちゃった今最後と思って、やばいぞ、うん、大丈夫です。そしたら大丈夫、うん、今度は、うん、ここのいて座に木星が土星が入ってます、土星よ、はいはいはい、いて座ね、ここと角度いいから、こことお羊座といて座の角度いいから、うんね、だから来年の、1月のね半ばじゃない、どうやったっけ、13だから1月後半、まだこれ後半ね、ここ、うん、13であるでしょ、13ってある、うんね、ここと角度取るんで、うん、これから少しずつ仕事増えそうです。おお、1月じゃ最後にならない。はい、大丈夫です。大丈夫。もう疲れたから終わり。鑑定終わってご飯に来てます。すーちゃん久しぶりに会った。イエーイ。イエーイ。みんななんかこれからじゃあすーちゃん何回か出てくれるの？はい。出てくれるの？何回も。やった。でお友達なんですよすーちゃん。はい。お友達です。そうなんです。また見てくださいね。すーちゃんです。すーちゃんです。原宿の母ってこう検索してください。ちょっと今日猿みたいな顔してます。でもね、さっきもね、鑑定してもらったので、ぜひ見てください、皆さん。はい、あれでは、森崎有栖とすーちゃんでした。バイバーイ。